はい、始まりました。青井清浄。2回目の放送かな。よいしょ。いやー、焼けたでしょ。これ。わかんないかな、これ。あ、ごめんなさい。両方いちゃうわー。いやーマジめっちゃ焼けたマジで。だってさあー、これ分かりづれえな。これがこの色はもともとこれがこうよ。すごくない？しかもこの怪我は後で放送します。いやーマジめっちゃ焼けたよね。いやーでも焼けすぎてこれ健康食になってきたんじゃん。もうぼちぼち、もうあと2段階ぐらい暗くなったら多分メンディーってやると思うけど、焼けたから V らしいよ。そんなわけあるか。はい、痩せてないと思います。多分何黒くなったらなんか引き締まって見えるみたいなあるじゃん。多分そういう感じだと思います。そう、今までめっちゃ白かった。多分この T シャツと同じぐらい白かったから言ったらね。この T シャツも今日お気に入りなん。これわかるかな、これはね。ほら、あ、ほら、この 3D 感わかる、これ。ほら 3D 感です。スターガイズの人間になったわけじゃないよ。なんか嘘ダサい、これマジで、これめっちゃ気に入ってんのよ。スターガイズの人間になったわけじゃなくて、うちの代表がスターガイズの方と、大阪の時同期だったらしくて、スターガイズの CM やってるプラス、トップダンディ本店の前で動画流れてるプラス、おとついぐらいにグラビア組んでもらって、あとニコ生の番組を出させてもらっていっぱいやってます。裏切ったとかそういうのじゃなくて、なんかもうスターガイズも宣伝するし、ナイトチューブさんの方も宣伝するしっていう、そういう感じで、やってます。私は別になんかそういう変な感じではありません。動画見てかっこよかった、ありがとう。モニターの前で待ってるよ。パイナップル 3D 歌舞伎町、はい、絶対できました。はい、今回は漢字間違ってないと。男子会だった時間違えたんでね。はい、私はまだ酔っ払っておりません。それでは、今のうちに、忘れないように、ナイトチューブのオープニングの方を行こうと思いつつも、先に飲みます。飲んで乾杯してから、あ、まあいいや、飲んで乾杯してから CM コマーシャル、コマーシャルじゃないわ、オープニングか。オフってサイキックスを出てきたな。はい、それではイエーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今スターガイズのスターガイズって思った、ナイトチューブのあれが綺麗になってたのびっくりしました。つか何で唇も良くて変わんの、ね、しかも見ながらもうカサカサコメントしなくて塗ってました、これ。じゃん。はいはい、では行く前に、今日一日が始まる前に、よいしょ、来ましたよ、久しぶりの、うぇーっちゅうぇーい、表記こうか、こっちか。ヘイ、氷結いただきました。しかも
教えてくれない、なんか、え、料金、放送料金とか、え、スターガイズもわかんないけど、え、ナイトチューブは放送料金あるんですか、いくら。え、あの、視聴者が見る料金でしょ。え、放送料金だからあれじゃないの、わかんないけど。はい、とりあえずいただきます。あ、放送料金払ってん、あ、そういう感じのこと。イエーイ、溶血でもいただきます。放送料金っていうのは多分あのね、僕そういう金額名はわかりません。多分あのうちの亮太代表であったり、竜兵専務であったり、代表和義社長が知っております。僕はあの経費に関しては、一切存じておりません。今宵もいただきます。いやー、マジほんとめっちゃ焼けたわ、マジで。肩とか多分もうすごいぜ、これもう。これちょっと一回ジャケット脱ぎます。肩とかもうほらこれすごくない、これ真っ赤だよね、ほら現地の人やん。なんでそんなに焼けたのって、肝とか言うな。いやすごいで、マジで。ほらもうこの人もう腹、あ、これ分かりづらいな、あ、これも分かりづらいな、細いわ俺。ほらすごい焼けたし、超痛い。いや、肩だけ超痛い。え、だってさ、わかるかな？あ、でもこの時点でも白いな。ほら。色違うよね。全部脱ぎません。放送中止になっちゃうんで全部脱ぎません。いや、皮も剥がれるタイプだし、現地、痛いし、真っ赤です。安心してください。確かに着てます。なんか細い。シャワーの時めっちゃ痛い。昨日痛くなかったのに、いや、すげえ痛かったし。草食男子ってのは、その、何？どっちの草食男子なん？どっちわかる？まあ、何？外見は草食。いやいや、草食男子の感じ違うし。外見は草食男子ですけど、あの中身はまあ、あの、内緒にしておきます。シャワー水に、いやもうでも多分俺多分ガチで今月はマジめっちゃ、今月っていうか夏はめっちゃ開けると思うよ。なんか、来月も、いや今回はあそう、秩父行ってきたんさ。秩父に行って、バーベキュー、あ、ちょっとじゃあ久々に写メあげるわ。写メ従業員みんな出てきたんすよ。俺のフェイスブックじゃないわ。あれに載ってるわ。インスタグラム載ってるけど、じゃあおしゃれ加工したバージョンあげます。これあのバーベキューしてるバージョンじゃないけど、これあげたんで今、ナイトチューブの方が、そのうちあげてくれると思います。ED って何？え？なに、え、なに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 、え、こっちの方、あ、IT ね。ED って書いてあるわ、お前、インポじゃないわ。全然立つわ。マジで。あ、確かにね、I は E だからね。ED ちゃうわ、もう。びっくりするわ。しかも今何も考えなしに、読んでしまったし、も何も気づかなくて。あ、 LINE で、あ、はい、そうです、これ、あ、こういうか、あ、じゃあ俺こっち映らんといけんじゃん、これ。よいしょよいしょ。お、すげえ、何この感じ、新しい、これ初めて見たわ。はい、僕があの黄色の T シャツ着てます。楽しそうでしょ。これ行きましたよ、これ。よいしょ。うちの店みんな仲いいんだね。Y プラスの、方と、Y プラスの方じゃないわ。Y プラスの撮影があって、
たまたまあったんですけど、うちの店は2部のことで、うちの店は全然、そういうのがないと。うちの店はでもすごいけど、でも、向こうの方は海外旅行がすごかったんで、なんか仲がいいけど、僕も海外も行きたいんでね、負けた感じがしました。バーベキュー行ったらバーベキュー、すげえやりだし、しかもなんかあ、俺聞きたいね、あ、もうこれ大丈夫ですもう大丈夫です。はい、お、すごいタイミングで、綺麗なタイミングで ID とか全部出た。さすがやね。多分俺が言わなかったらずっと流れてたと思うけど、唇 ED なんて書いてある。唇 ED どういうことやねん。いいね、このいいでしょ。崖からも飛び込んだしね。タカの花見は全然見なかった。バーベキュー楽しかったわ。いや、なんか、あ、今何言おうとしたか、マジ、忘れてしまった。あ、そう、あ、バーベキューで、で、なんかさ、ウィンナーあるじゃん、なんかさ、こうパックの。あれってさ、俺、ウィンナーって、まあ、こんぐらいじゃん、大体。これをね、十字に全部切るのが、まあ、うちの親がやってたから、それが、何、おしゃれっていうか、なんか、そういうもんだと思ったら、カイトに、この間なんかその、破裂しないために切るだけで別に十字にしなくていいんですよって、昨日初めて言われて、それってどうなん？え、本当に爆発しないために切ってるだけなの？あれ。宮脇桜って誰？全然わからん。初めて言われた。神セブン南。どこの髪？あ、十字には切らないや。マジか。いや、俺も出せませんね、マジで。二袋で、多分ウィンナーを200本ぐらいやってて、それで多分3、40分ぐらいかかったんだけど、最後の後半でカイトに言われて、いやいや、お前もう最初から言えよと。そんなん知らんよと。おしゃれって、おしゃれのためってのもおかしいけど、なんか俺ウィンナーってもう絶対十字に切るかタコさんウィンナーでしか出てこないもんだと思ってて言ったら、え、前にも言われた。いや絶対嘘。前にも言われたってのはどういうこと？え、斜めに一本しか切れないの？マジで？え、俺それ聞いてからもう斜めに3本ぐらい線入れたんだけどマジで全然知らなかったし、全然知らなかったし、なんか AKBえ、つか、宮脇で合ってんの読み方。なんなん宮脇って。うわ、俺もうめっちゃ気になるわ。調べよう。いや、一本だけも知らなかった。斜めに三本ぐらいだよね。うん、博多の人？宮脇さんのことかな。なんなん誰？全然。俺 AKB なんて全然知らないし、だって。小地春と、前田敦子と、板野と、大島、あ、この人いや、絶対似てないっしょ。いや、絶対似てないわ。絶対似てない。唇だけじゃん。いや、絶対似てない。つうか、出すの早っ。絶対似てない。いや、別に似てるからどうこうじゃないけど、嘘でしょ。似てないっしょ。絶対似てないわ。まあ、寝てない。同じ顔してて、もう。ちょ、俺もこんなんやった方がいいのこれ。わかんないよね。わかるわ。真似してって、もう顔忘れた。目なの？いや、目じゃなくて唇じゃない。あ、ちょっと似てるんだ。全然わかんなかった。唇だけだな。まあ、プルプルだからね、言うたらね。いや、俺一回ね、女装し、目をね、いじる前にね、女装したことあるけど、本当に、売れないキャバ嬢みたいになって、全然ね、つけまつげ持って、つうかマジ、つけまつげつけてる女子はもうすごいね。この間なんだっけ、ヒルナンデスかなんかでもあって、なんだっけ、純石田じゃなくてなんだっけな。なんか最近のつけまつげなんかあれでしょ、なんかさ、ツインテールじゃなくて、スパンコールじゃなくて、なんかこういう、つけまがこうやってあったらなんかここのあれになんかなんかビーズというかなんていうか。うわぁ、全然出てこねえやこれ。でもなんか最近のつけまつげはすごいってことをこの間テレビ見て知りましたよ。なんかだってさ、じゃあ、
つけまつげがあって、じゃあこれ4つあったとしたら、この4つ全部違う色とかできるんでしょ、なんか。青、赤、黄色、緑みたいな。あれはすごかったね。あれはすごかった。なんかあの、アートみたいなのがあったし、つけまつげなのになんか切り絵みたいな感じでラブとか書いてあったし。あれはすごかった。びっくりした。原宿系女子はすごい。最近だってもう小学生もだってあれでしょ、小学生もほら、化粧するでしょ。あれはもうほんと衝撃的事実だったわ。だってもう小学生の時なんてマジで鬼ごっこか高鬼か氷鬼しかやらなかったよマジで。あんなん化粧するってびっくりするわ。おしゃれすぎて、それはお前お前って言ってもだ、それは年ホス出てくるわ。年ホスト、ホストすごいからね。ホスト、俺が昔の時代なんて髪なんかもうここら辺まであって赤髪で超筋盛りして髪の高さこれぐらい、あ、これぐらいか、これもこれぐらいあったわ。あ、軽泥って言うんだ。うち泥系だった、泥系。神奈川、横浜のほどが泥系だったわ。あ、マジで。オカマかニューハーフではそんな月も、あ、そうなんだ、女の子しないんだ。小学生が化粧するって俺多分去年の夏のニュースみたいな、原宿にいる小学生は今みたいな。そんな小学生のモデルなんていうの、それはわかんないな。小学生のモデル、もうモデルはモデルなんじゃないの、わかんないけど。いや、小学生ホストガヤしてたら、もう歌舞伎町の運営法が緩くなった時ぐらいはやったら、いや、小学生さすがに歌舞伎町来ないっしょ。渋谷、あ、渋谷とかもいいよ、渋谷。多分。うわぁ。そうだね。筋盛りしないっすよ、もう。髪、今日だってワイプラスの撮影で行って、あー、りょうさん、髪短いんですね、言ったら、結構これでも今伸ばしてる方なんですよ、ってのびっくりされたからね。これ、僕今の中で、これ結構髪伸びてます。世間一般でいう髪の長さではないけど、これ僕の長さではもうミディアムいってます、ミディアム。うん、いや、俺は長さとかでは JS モデルっていうの、女子小学生、すげえ。ロレツはもう元々の問題だからしゃあないな。はい、それでは、今日はね、トマと初めて、トマ副主任とはじめ主任が来るということで、もしかしたら、僕が、来る前にミーティングは、まだ半分だったんで、今日ももしかしたら僕1時間になるかもしれないですけれども、後半、マイペースにゆっくり喋りたいんで、今日は、早めの CM 行きたいと思います。その間にコメントめっちゃください。オープニングは勝手に行かれたんで、今回 CM 僕のタイミングでいきます。はい、それでは、CM の方どうぞ。ねえ、愛してる。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱイオンインクだな。イオンインク。俺もあんたみたいになれるかな。経験者大募集。はい、今日も一人になりそうってのは、本当毎日ミーティングが何時に終わるかは、分からないので、なんか分かりません。花火大会とか好き、全然好きですよ。うん、いや、でも人混みがめっちゃ嫌い。人混みが、でしかも大体もう花火大会とはもう何、週末とか火曜とか多いでしょ。
ち月木休みなんで、もう同伴じゃないといけないんですよ、究極行くとしたら。で、じゃ花火大会行きます。もう、いや行きだったら100歩譲って電車でもいいけど、でも飲みたいし車でもじゃ行かないですと。じゃあ帰りタクシーですと。もうめっちゃ混むから、もう東京三大花火は絶対行けないね。隅田川、明治神宮、なんとなんかあの お台場のなんかのやつ名前忘れて思った。今月のでも25日あれだよね、隅田川あるよね、今月25日知ってた？浴衣着るかどうかわかんないな。今月っていうか、うちね、今週の土曜と日曜に、葵1周年あるんですよ、1周年。オリシャンも作るし、オリシャン100本作ります、100本。シャンパンタワーも、もう、作るし、でかいの。ぜひ来てください。葵1周年です。初回は入れません。胸キュンしたこと、いや、最近胸キュンしたことないな。なんかそんなに、キュンキュンの事情全然ないわ。女の子の好きな仕草は、ジムは最近行ってません。女の子の好きな仕草はもう本当になんかもう超定番だけど、なんかこう髪をかき上げたりとか、なんだろうな、もう、ちょっとしたタイミングにくしゃっと笑った顔も俺も超単純だから、くしゃっとした感じがなんかもう、なんなん可愛いんってなりますね。りょうさんみたいに細くなる、僕、どうなんかな、なんかちょっと太ったかな、ちょっと出てきたかなと思ったタイミングで腹筋したりとか、ご飯減らしたら、この体型は維持できると思います。1周年そんなもん、いやなんか葵になってから1周年なだけで、あ、グランドオープンしてからかな、うん、葵自体はもう1年半とか2年ぐらい経つと思います。あ、周年ですよ。いや、周年の字が周年になってるけど大丈夫。うん、じゃあ周年を始めちゃ、初めはもうレギュラーだったから毎日いるよ。てか、なんでいつもみんな遅いの、何やってんの。いや、だから僕が、だから、営業が12時半、まあ遅くても1時に終わるでしょ。で、片付けで1時半になって、で、ミーティングが2時ぐらいになって、で、チームミーティングってのがさらにあるから、2時半とか。2時とか早かったらもっと早く終わるけど、究極超長いのは一回前の店の時に、前の箱の時に部長が超酔っ払ってて、ミーティング1時間ぐらいあって、そのチームだけ帰るの4時になったことガチであります。マジであるんでね、僕は綺麗でありません、うん、あ、今日早く来た。おー、以上2時まで来たのなかなか珍しい。おー、早いね。はい、いいね。りょうさん、ねえねえ聞いてくれる、腹筋割れてるの、腹筋、あーこれでも違う子やな、腹筋でもそんなに割れてない、だからちょいちょい今期待中なんでね、この形だけ、形ついてるぐらいで、そんなに割れ、今シックスパッド目指してるからね、まだ割れてません。少しずつです、少しずつ。その後やって1ヶ月ぐらいで割れないっしょ。前回は焼肉食べる。お、焼肉食べたいね。お、トモヤの歌かわいいとか、パラダイスとか、ギャランドゥとか来てますね。トモヤ、歌下手すぎない来てるけど、トモヤはいく分知ってる曲が少なすぎるだけで、ちゃんと歌ったらちゃんと歌います。はい。トマとユースケは歌知りません、あんまり。ジャンルが違うんだろうね、やっぱね。髪型がいいな。髪かけてるとね、なんかいいって言われるんだもんね。あと最近もう今月撮影全部終わったから、もう多分来月ぐらいまで。しかもちょっと今前回の放送、前々回かな、髪伸ばして、みたいなの言ったんで、だからちょびっとだけね、伸ばしてるんですよ。ほら、もう襟足できたでしょ、ほら。そう。全然。わかる歌、今日歌わしてる。いや、だいたいね、これわかるかって言ったらわかるってやるんですけど、歌入れたらわかんないっていうパターンが結構あるんでね。僕もやっぱこう放送させてもらってる身としては、
みんなで歌ってみんなでイエーイ、今日もありがとうございました、キーワードなんとかですっていうのをね発表したいんで、もう本当に、僕だけが知っている歌っていうのは一切入れてないんですけど、あいつらが適当なだけでわーす。髪の毛伸びる早い人はエロいらしいよ。ああ確かになんかそういうのあったな。あ来ましたよ。あ最近確かにツイキャスやってない、やります。ではでは入る、さあ行きましたよ。今日めっちゃ早い、今日めっちゃ早いし CM も一回入れてるし、これはもうゆっくり話せるんじゃないか。じゃあ入る前に、え、これ入る前にもう一回 CM とか入れていいんすか。あ、マジか。あ、じゃあ、CM 入れて、この後二人が入った後はもう CM に逃れられないんで、ノンストップ。まあ一曲、多分歌入れますけど、ノンストップ30分、喋れ、噛んだんで一回飲みます。いやいや、もう飲んだわ、一回飲んだわ。はい。では CM 明け、昇格者2名、お前副主任、はじめ主任と、残り30分お付き合いくださいませ。それでは、本日最後の放送じゃないわ。本日最後の CM 行きます。どうぞ。何なんですか、この未収は。今月の売り上げ300万、うち入金30円。我がアクアにとっても大損害ですよ、これは。どう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社に。経験者大募集。おめっちゃぼちぼち来た。はい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 、来ましたよ青い新幹部。はい、代表の友也副主任、ああじゃあはじめ主任と友也代表です。僕が被ったんでね。いや取締役で。ああいやもうまたややこしくなるわ。はい、友也副主任と、はいはい、はじめ主任です。イエーイ。はじめさんは痩せたし誰かに似てるんだろうかって来てますけど、誰かっていうパターン2個あんねんけどね。うん、なんなんやろか。なんだっけ、岩尾と後藤や。岩尾モームスツンクや。その上のもうツンクの場合はもう喋ってなかった。それはあかん。え、そりゃそうでしょ。そう言ったから初め痩せたの。痩せた、痩せましたよ。ほんとに23キロぐらい。いやいや、めっちゃ痩せたい。めっちゃ痩せた。すごいね、ほんまに。これいただいたみたいなんですけどね。うん、あ、じゃあ乾杯しますか。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。主任は何人までなれるの。35人ですか。あマックスが38人だね。歴史上、あ、38人。そう、後藤や、後藤に出るってめっちゃ来てる。主任って何人までっていう中でね。あー、そういうことか。なんで痩せたの。なんでやろ、運行を出そう思ったらもう2時間出っ放しちゃったね。出っ放し、うん、それ痩せる、それ痩せるよ、それ痩せるわ、それ痩せる、拾いづらい。幹部補佐めっちゃ細もあるよねってさ、なんかリーダーめっちゃある細いない、幹部補佐以外に、ね、うん、何のリーダーなんて、この約束なんなんていう。そうそうそう、うん、いやでも、いや僕らやったら、まあここ、この間までリーダーっていう役職しかなくて、あー確かに、でなんか新規とかついても、まあ自分のチームのことが、あ
蕎麦屋さんですみたいな感じで紹介してくれて、で、あ、リーダーのリーダーなんすよみたいな感じで言ってくれて、まあそれ嬉しいんやけど、まあ、リーダーなんかちょっと、うん、なんか役職じゃないしなみたいな、なんかちょっと恥ずかしい感じになるっすよ。確かに、なんか何度も言えないね。バイトリーダーだよね。バイトリーダーだよ。確かにホスト長もあるよね。ホスト長あれよくわからない。なんだホストの長なのに何人いんのみたいになるよね。間違いない、間違いない。たまにさ、なんだっけな、あの歌舞伎町かどうかわかんないけど、あの寮長って書いてあったよ。ああ、マジですか。それ拓也、拓也が寮長。確かに拓也、寮長だけども、寮長ってね、リーダーたけしとか懐かしいね、世紀末。知ってる？え、世紀末、世紀末がいいね。怒んの。え、あの完結しないで作者がどうにかなって終わったよな。ジャンプのトリコを書いてる人ですね。あ、僕ジャンプ。ああ、確かにトリコ。ボンチューの。ジャンプ。そう、ジャンプは読んだことあるだろ。だって何読むんだって漫画。はい。漫画何読む？漫画っていうもの俺あんまり買った覚えないですよ。そう。その例えばワンピース、まあ、例えばワンピースなんか絶対見ないですけど、ワンピースとかあったら。一冊買ってそれで終わるタイプです。今まででこれめっちゃハマったなとかおもろかったなっていう。ないっすね。あ、ないよ。コナンの映画だけ唯一見たかなっていう。ああ、コナンの映画ね、確かにこう少年系とか男性が読む漫画とか、でこれおもろかったなってなんかありますか？コメントどうぞ。僕はナルト。ああ、男性がってこと？そうです。あとクローズとかね、相当ハマる。ワーストはまあそんなハマってへんけど、ヤンキー系やね、ヤンキー系なると終わったけど、まあまだするらしいからね、ほんまか知らんけど、この本人じゃないですか。あ、僕螺旋が、いやもうめっちゃナルト来たでも髪切ったやんとかっていうコメントがないのがちょっとまあ誰も気づいてくれへんなと思うね、僕は。まあでもなんかいつもそんな感じの髪型でしたよ。まあ確かに相当切ったんすけどね。まあライブ前までめっちゃあったけど、そうっす、髪切ったやんって、髪切ったやん、あ、めっちゃ長くしてるよ。おお、長男純愛組ね、ヤンキーやね。こっち亀でいいっす、スラダン、フリー、JT ウォーだって。コナンしか読んでない。なんで、それなんでな、金田一はなんで読めへんの、そこで。いやもうこれ以上事件は嫌なんですよ。いや確かにコナンとかね、だってね、毎回殺人事件やバカボンドは相当おもろい。いや面白いけど、懐かしい、懐かしい、知ってる？バカボンドはなんかちょっと見たことある。なんかテレビでなんか小学校の頃再放送でやってたよ。本当に？あ、それもうアニメのやつは全然しないわ。なんかその、ね、葛藤があってこう、これちょっと言うたなんて言うの、ビビってんねんけど、もうこういう風にしたいけどどうしようっていう、そのリアルな葛藤がすげえ僕好きなんですよ。なるほどね。キングダムもそうだしね。キングダムね、なんかやっぱあのアメトークで出てからまたさらに広がったんじゃん。へ、キングダム芸人みたいなさ、うん、なんか最近なんちゃら芸人みたいなの多いっす、多いっす。キングダムは秦の始皇帝の話だから、あ、そう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 、リアルに中国を初めて統一した話だから、その時に日本はどうやったんでしょうっていうのがあって、確かに初めて米をこう作っとって、あ、そうなんっていう卑弥呼さんのね、時代の時にも秦は、秦じゃない、中国ね、はそれを統一しようや言ってこうしとったから、まあすごいなっていう。百姓一揆の頃から出てきてるんですけど、まだ百姓ってからその千何百年前、これは千何百年、東京グール東京グールはもうちょっと前じゃない、今なんかあれなんじゃ、俺物語なんじゃ。俺物語とかだいぶ前、え、でもなんかこの間ランクオークみたいな2位か3位ぐらい入ってたよ。え、ランクオーパーティー、ランクオーク。ああ、びっくりした。そんな話するか。東京グールも全巻あるし、オレンジバカバンドもあるし、クローズもあるし、結構漫画僕多いんで、なんか一回そのなんか見せてもらったんですよね、漫画コレクションみたいな、なんかそのこんくらいあるみたいな、初めの写真見せてもらって、そんな漫画あるの。めっちゃ普通のこういう本棚6個分ぐらいあるんですね。マジで気持ち悪いな。全部本が持ってくるんで、すごいな、東京に、ね、全部売りましょう。2000円、2000円ぐらい。2000円じゃない、絶対は。ナルトも全然買うし、多分まあ1万はいくやろっていう。マジで、いや、売り上げなかったらもうそれ売ろう思って。はい、それでね。それで初回生活しよう思って。漫画喫茶じゃん、マジで。ほんまそうだから。いや、やっぱ初めとか、あの部長とか、あの代表もそうだけど、なんかあの、何、イメージだけど、
関西の人も漫画めっちゃ好きみたいなイメージ。部長と関東ですよ。部長関東。あ、そう、部長関東だ。それ間違えたらすねますよ。いやいや、あのめっちゃすね、めっちゃすね。じゃあ、あいつ S。もう今見てたら、もう次すねのコメントめっちゃ来るから。なんでわかるんだよって。あいつ S や。あいつって言った、それも。いやいや、めっちゃコメント来るから。部長はほんま自分のことを分かってくれん人はこう嫌がるからね。そう、代表、代表なの。代表だけど。いやー、ご近所ものご近所、男性や言うてんね。なんか久しぶりに漫画読みたくなってきた。読んでね。これでコメント読み返せるから。あ、そうなんだ。そうそう、はじめさん、イメチェンして男前になったっていうコメントだけでも600件ですね。本当ですか。いやいや、そしたらもう全部のコメント待ってるわ。本っていうか、なんかさ、普通に古着屋とかでなんか売るよりさ、ツタヤでやる売るとなんかいい、何ゲームでも50円とかで売られるから。ああ、あるし。いや、マジで、ツタヤとかも古着10着で10円とかだからな。でも、天才バカボンとか、天才バカボンドとか、もうこの辺はもう何でも OK シリーズも完全。今、バカボンドになってるんですか？天才バカボンド。来てるもん、こうやって。バカボンドって言ったらしいよ。こっからも何でも OK シリーズ。イェイ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 、よし、イェイ、絵と文章をどうしたら同時に読めるの？あ、俺鋼の錬金術ちょっとアニメで見てましたね。あっていうからその感じ拾ったかと思って。そう、俺も今流れてるんだよ。こういうやつ話全然聞いてへんもん。最低やろ。いや、でも鋼の錬金術めっちゃいいよ。俺めっちゃ好きだったよ。ああ。だってもうあのブルーレイ全部と漫画全部あるからね。ブルーレイ全部だからもう今日あれっすね。出てるやつを全部歌、今日あれっすよ。歌はもうあれっしょ。歌あれだろ。何でしたっけ。あの世界が終わるまでは、それじゃないわ、それじゃない。あれ、え知ってる。いや、今のもうボケたじゃん。ああ、ボケたじゃん。もう今すげえ名前思い出してきて、もうわーってなってる今。もうわーってなってる。いや、ポルノグラフィーとかね。あれ今何つったんすか。え、いや、ポルノグラ…違う、ポルノ…いや、絶対あるぞ。今のは絶対噛んでない。ポルノ映画って言ったら、ポルノグラフィー、絶対…いや、それもあの、あれだろ、役だろ。こんなんしてるよ、ポルノ映画。そんなんだと思う。もう、スケベーやからもう。あの、シャツもいつもなんかもう、いや本来なんかキャラがおるのになんかすぐなんかこう、胴体が脱ぐとか、そういうシャツ。可愛いじゃん、だってそんなん可愛いじゃん。だってもう何じゃ、これだってそうだけど、もうディズニーのミッキーがもうあれですよ、もう上半もうセミヌードっすよ。ポルノポルノポルノ。クラクラクラ。いただきまーす。はーい、えい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 。ああ、夏メロもあいけどね、ラルクの方かと思って、そっちかい。でも今日僕あの普通に、ルナシーの再結成ねがあって、小学校の時かな。はいはい、大好きやったルナシーが。もう小学校の時めっちゃ好きやったよ、はい、なんか最近やってたよ、なんかな。そうだそう。ほんでルナシーちょっと見とって復活ライブだな。そう、ほんならやっぱめっちゃかっこいいなと思って、やっぱルナシーは、うんうん、X、ルナシーのあの辺がやっぱこのビジュアル系の言ったら作った人だよって言われてるし、やっぱめっちゃかっこいいなと思って。あ、そうなんすか、うん、思ったんすよ。ルナシーでもそういうことやっぱ今こういう話をしながら、まあ最終的にカラオケの時にルナシー来たらいいなと思いながら喋ってるからね、計算して。ああ、いや、俺の中で内心言えば、そんな曲やめてくれよ。俺そんなジャンル。ワンズでもいいしね。ワンズ。ワンズはバンダナ巻く人っすね。そう、バンダナ巻く人。かな？社長が、社長が聞いたやつだよね。そこで初めてワンズ知ったし。マジで？はじめさんのグイの後の顔が好き。それ、マヒドがよく言うね、俺に。変顔っつって、ブサイクっつって。はじめ今日グイした？いい。来てへんかもしれない。記憶がない。ちょっとちょっと。もう。えい。もう飲んでる時からやばいけどね。これ？これ？これかな？ペニシリンも好きだって。トモヤさんが歌う歌。え、何だろうね。トモヤさんが主人がこう、あ、これ結構ハマったかもしれんとか。まあよう聞くなとか、こう流れとったら、あ、口ずさんで歌うなとかってあるやん。あ、それめっちゃ気になるね。それ聞いたでしょ。あんま意味、いや、なんかね、みんな俺疑問に思うんですけど、そういうのって大体サビしか、なんかこう、あったら、あ、違う、好きやったら絶対覚えれる。あ、そうなんすか。へ、じゃあ逆に、
のサビだけじゃなくてこれ丸々俺一曲歌えるぜみたいな曲って何曲ぐらいあるの？いや、ゼロに等しいですね。本当に、うん、すごいな。あ、その曲聞いたことある。サビこんなんでしょうのパターンが何個かあるぐらいですね。まあまあ興味がないんだろうね、歌はね。まあでしょうね、うん、ですね。てかだって地元にカラオケ1個しかなかったし、うん、でもこれあのみんな知ったのか知らんけど、トモヤさんは山形トモヤ副主任はね、カラオケ歌ったらズーズー弁だからね。ああ、それなんかね、うん、言われるんすよ。ズーズー弁。何ズーズー弁ってどういうこと？なんかもう方言みたいな、こう、うん、イントネーションがなんかこう、あのーみたいな、あー私こんなんでみたいな、こうなるんすよ。あー、それズーズー弁っていうの？そうなんですね。いやいや、無理やりすぎる。でもなんか、この間俺結婚式帰ってなんか結婚式場行ったらなんかやっぱりそのやっぱ地元の子ってやっぱ全然変わんないですよね。なんかこうあんまりこうそのなんかその昔やんちゃした時からこう抜けないっていうか、でなんか式場着いてタクシー俺降りてしたらなんかもう入り口のとこ喫煙所あって、もうなんかその喫煙所に溜まってタバコ吸う感じもなんか抜けてないし、から悪っと思ってかっこええだ、悪いで、ね、めっちゃ悪い、かっこええ。だいたいもう座ろうかって言ったらもうだいたいうんこすらしてるでしょ。いやでもほんとするんじゃねえのかな、こいつら。おい、よくだなぁ、お前らよくだなぁ、よくそんな感じだよ。だディスってはません、ごめんなさい、関東の人。すごいなぁ、そうなんだ。ほんとになんかね、嫌なぁ思って、うん、方言聞いたい。やっぱ田舎ってなんかこう抜けないですよね。あ、まあ、なんかあの、まあまあまあ、まあ、ね、地元感やっぱあるよね、うん、でも僕も結構兵庫県だけど田舎なんでね、めっちゃ。あ、口調が悪いから。あ、兵庫県田舎なの？兵庫県は神戸とか姫路とか明石とか、うん、まあまあ有名なんです。うん、だけど、まあ、僕は北部だから、うん、もうほんまにクソ田舎で。地方でも全然、そのあれの中でも全然違う。やばいっすよ、もう田んぼしかないですよ。よく言ったらビバリーヒルズ。え？ビバリーヒルズ。いやそれは俺もよくわからない。言い過ぎだと思う。言い過ぎたい。なるほど。昨日部長がなんかお前は口悪いわって言われて。ああ言ってましたなんかね。なんとかやろうがいいやって普通に言うし。え？ああ言う、あ確かにでも言ってる。なんとかだろうとか言うのを多分こっちだとなんとかだろうかなんか言うのをなんとかやろうがいいやって普通に言うし。ビバリーヒルズコップってやつでも、ああそんな感じだいたい、うん、分かんないけど、うん、いやすごい。じゃあ俺がじゃあ神奈川だからまだ行っちゃうマシだから。いやまあ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 、まあ、横浜だからね、うん、中華街とかあるからな、うん、中華街とか。トモヤ副主任ってなれないね。まあなれへんね。なれないね。一番長いもんめっちゃ、うんうん、確かに。そうそうそう。なんか名前を呼ばれなくなるんすよ、ね、うん、なんかね。まあね、昇格のあれやしね。はい、昇格のね、あれやしね、幹部のね、昇格の。いや今俺昇格の。イエーイイエーイ。伸ばしたらまたもう喋られへんやん俺。え？喋るでしょ。喋るでしょ。グイ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 。あ、なんかね。あ、つれだもうつれだもうめっちゃ。811はね身内っすね。唇パイナポン。何でしたっけ。やてつやてつ。いや、鉄、うん、てっちゃん、あの、みんなよく見て、あのてっちゃんは、めっちゃ、店が忙しいなって先輩ってきたら、すぐ顔がこうやってはい、はいすぐこうなるから、こうなるから。確かに、似てるよね。今日も酔っ払うね。あの、まあ普通の営業の時以上にこういう時の方が酔っ払う。まあね、逆に本当ですか。いやでも俺もあのこうなニコライトナイト支部のあれで出してもらってるけど、2、3回ぐらい記憶飛ばしたことあるから、ね、こういう飲んで。そこは飲みが足りないんちゃうすか、普段からやっぱり。いやいやいや、ここで飲んでる方が多いからだろうが。いやいや、こいつの方はさ、なんかあんま酔っぱってるの見たことなくない。いや、小生もあ、そう、そんなことしてるか。いや、だってもうグラス持つよりも口動いてるから。飲んで、飲んで、でも、ええ、全然飲んでないんかい。あ、言ってしかない、はたいて今怪我しかない。これでも、トモヤさんがいてベロベロの時よく見て、はい、入店すぐの時から背中のそこであの女の子にこう顔バチンってはたかれた時だけど、なんか酔っ払っとってめっちゃ道路のど真ん中でずっとこうやって半庭で立ちながらこうやってずっと道路の真ん中でこれ危ねえんちゃうもんおもろいなって思ったよね。なんでも、なんでも面白くなっちゃうんですよ。懐かしいな。ほんまにほんまに。なんか、ぜひね、まあ、
初回で来たとしてもそんな酔っ払うよ1本ね出るんで、まあ、2人で来たら、まあ、1本は普通に1時間着くから、うん、それで、まあ、飲んで2人でもう1本はあの酔わしたらいいかなここで、うん、いや、うん、あれやったら全然いけるでしょ1本いけるよ1時間ではいでも1瓶でいけますあれはってなったら多分1瓶1瓶でいけますよ、ね、大地になるから気づいたら病院のベッドなんかねだってそんなんはさだってわーって飲んでだって神経痛になるだって15分20分でしょまあねでついてそれちょっとここに溜めといて、うん、ちょっとホイッとねってホイッとねってすればね今これ流れてるやつで、ね、これ拾いたいなって話がめっちゃあるんですよいや全部拾ってこれだけは録画してでも見たいっていうのも何ですかテレビねもうそれも拾おうと思うしあと、何やったっけな映画も、なんかどんな映画最近見たのもあるしまず映画前から映画があ、最後、ラストに昨日二丁目行ったので、最後に哲也さんのコールがあるらしいねあこれ最新ニュースこれね、どんなの昨日の俺昨日も帰ると爆睡してたよ、分かれへんそれやってきた、はい、じゃあ、りょうさんちょっとグラス持ってこないいや、それは俺はしてもだってじゃあ、どうするコール名が、あられちゃんコールっていうんだねなんすかそれとりあえずじゃあ、うん、はじめさんロレツあんま回ってないから飲んでもらっていいですか？いやいやじゃあはじめちゃきーんちゃ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 んこれマジでやったからね完全に独断と偏見よそれはあかんと思うよ本当にねまだあるからねもう一個あったよねあのマリリンモンロマリリンモンロマリリンモンロこれを後輩をバーッと従えてあの大体あのそのバスで来たらなんか何前と後ろに分かれて後ろはもう15、6人ぐらい座れる席で前半はもう、うん、何2222もスロー何バスの感じなんだけどもう帰り道すごくてちょっとじゃああの最後の徹夜コールやってやってやもん、友達にマリリンモンローねはいなんすかペペピディー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 いや、これ、マジでそれで、なんで正解やったんですかこれはいや、だってもうなんか、いやなるじゃん、はい、もうずっとやってるだからこれもう、まあ、先輩じゃなかったらもう普通にやろうボスクほんまに顔面出すかでね、その顔がね、めっちゃブスやったしいや、すごかったからすごいっすかあのね、うちほんまにナイキンさんっていうのはやっぱこう、サウンマネージャーもね、たくみさんもねてっちゃんもあんまり出へんけどね出へんけど実はスーパーオールから確かに、うん、風味はねそうだねだって 2,3 年前とか朝方僕なんか飲んでてで帰りにたまたま匠と会って匠もなんかしてて帰り際 でなんか飲みましょうよみたいな言われてそれで多分朝5時ぐらいから昼 2,3 時ぐらいまで飲んでましたほんまに下手しいホスト C やと思うからそれまで乾杯そんだけ飲めるんだったらねっていう匠、うん、さんの面白い話何やろおもろい話映画とかテレビの話は先に大丈夫ああ録画ね録画何やろいや僕はねこれもう夏なるじゃないですか、ね、一応その怖い番組撮るんすよああ撮るけど分かるわなんかねこの一人で見るのは怖いけど、うん、怖い番組あるねなんか見たいなみたいなねそれあるんすよ夏は多分ね、なんだかんだ結構取る確率高いのはやっぱり何今こう足をこうピンってやっぱあの狭いから切って狭いから確かにいやそう、ほんまにあの、ほんまあるあるほんまにあの俺カスペロみたいなのカスペ毎週火曜日の特番ねカステラって言ってたからカステラほんま、なんでな何でしたっけカステラ一番電話は二番三時のおやつは文明堂みたいななかったそれじゃないですよ今やるのはあの哲也のやつでしょあそっちなのいやでもプープーピープーってめっちゃイラッとするやつでしょ何歌いますかね
じゃあでも今日はでもトモヤがちゃんと歌えるやつにしよう。うん、まあ、あと多分あと10分ぐらいしかないんでね。ああ、なんだろうね、うん、あれっすよ、俺は錬金術師で言いたかったのはデデ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 ポルノグラフィーでしょ、はい、メリッサでしょ、それで、ね、分かんの他ないですか、ポルノ、いや、分かんの、いや、だからそのここはあれだけど、それこっちらは、いや、でもここはなんかあれだけど、トムラさんなんか歌われへんのが可愛いみたいな感じでなってるけど、はい、僕も言うけど、いや、絶対なってないから俺歌える歌を俺だって一回もないから結構流れたの、ほんまにディスられてるし、俺まず一回もない歌える歌流れたの、こう来たらないもん、ほんまに。だから俺は多分歌わせてやん、一回ぐらい。俺多分大体分かるったらみんなでちゃんと歌えて、なんかイエーイ。あ、ほんならトモヤさんが歌えるビジュアル系ってあるんですか。ビジュアル系、え、なんでそのさ、かけ離れたやつをさ、だって俺だって従業員でもちょっとビジュアル系だちょっと仲良くなれるかなって一生思うぐらいのタイプですよ。全員言うから言われて落ちて意外と私の迎え、種まで残して言うて言うでしょ。 ABC なお前だって、え、なんかないの、何がじゃあ、あれにしよう。何ですか、なんか歌えるアーティストないの、好きなアーティストないの。好きなアーティストって聞かれたらね、りょうさんご機嫌だね。まあそれは俺らがおるからね、まあね、もう最近ずっと一人で寂しかったからね。二人いたらご機嫌になるわ。でもほんまにこう前半ほんまに一人で回すっていうのがどんだけやっぱりすごいかっていう、俺できへんもん、その絶対に。いや、まあそんなんね、喋るの好きだけどな、まあね、とりあえず俺だったら寝ますよここで。でおこ、寝込みで来たら起こしやーっつって LINE しといて、うん、キンキの本なら、ガラスの少年。いや、絶対、え、わかるんですか。ガラスの少年。おい、いやいやいや、サビだけ歌えます。で、そのガラスの少年ぐらいしかあんまわかんないよ。難しいな。なんだ、だから、ここに合わせないと俺らは多分、大体いけると思うから。いけないっすよ。いや、大体いってるよ。効果ね、どこの効果や。何しようわっこや。なんやろうなぁ。だから本当に大きな栗の木の下先生でしょ。おったからね。あ、じゃあもう大きな平井健くんのっぽな。あ、それいけるんじゃないですか。それ歌ってなんかこう反響あるんすか。え、いやでも俺がちゃんと歌えるって話でしょ。間違いない。え、ほんなら T ボランドがダメなんですか。斎藤和義とか、え、歌えないんですか。 T ボランですかとか、福山とかね。あ、あれっしょ、あ、OK 出てこないから。桜坂歌える。あ、行こう。あ、歌えたら歌おう。いける、頑張る。いける。うーん、のやつっしょ。サビも出てこへんかったから。こいつこいつダメなんだって。みんな分かってると思うけど、この感覚なんですよ、僕歌は。絶対歌えるやんって言うだろ。OK や。そろそろ歌わないで、マジで終わっちゃうから。ってそこだけ。まさかの初の歌のまま。何がね、初じゃないけど、じゃ何がちょこちょこ。あ、なんか。あ、ほんなら夜空の向こうとか。いや、絶対。これ歌ったっすよ。世界に一つだけだな。あ、それ歌えるかもしれない。本当かよ。小学校のみんなで歌った覚えあるもん。いや、ポルノのこうアゲハチョウとか、そうめっちゃこうバーンって来たりとか。歌えますか。ノリでなんとかやれますよ。じゃない。いや、だ世界に、いやでも大丈夫かな。ノリじゃダメ、ほら、知ってる。なんかね、知ってる人が言ってるそうで怖い。うん、あ、オレンジレンジ先週でも、うん、オレンジレンジはね、僕中学校の時ブームのやつでしたよ。いけない大悟それあ、ちゃうかった、これどうちゃうかった。いけない大悟なあ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 。これライブでした、僕。はい、ライブで19年かな、え、もっと古いかな。はあはあ、ライブで何すか。ギター弾いた。何すか。何でもいいよ。え、オレンジレンジって言ったら何なん。やっぱりこう聞こ、やっぱり出てこない。こっちがいけるねとか。うわぁ、びっくりした。酔ってへんで。はじめさん、こうしました。こっちが無理だって。まあ、後で何か吹いてもらえる。うん、何かないですか。じゃあもうメリッサ、これいけんじゃん。メリッサで行こう。歌え、メリッサ。じゃあオレンジレンジ、あ、上海ハニーはちょっと早いんちゃうかい。お願いセニョリータ。いや、ほんならスマップでいいかし。スマップ夏の思い出。花花お金はあります。
桜坂花さ、はい、ああ桜坂花、じゃあわかる、だなんか大体ね、ええってやつでしょ、桜んぼでもいいけどね、レレレレ、こんなぐらいいいの、レレレレ、ええってやつでしょ、はい、この BGM は無理でしょ、よいしょめっちゃ、めっちゃやん。もう君は、あ、なんか綺麗になった、浮いてるわ、綺麗になったっすね、なんかね、うん、いった、じゃあ、はい、ほんまか、こうした、あ、大阪ラバーもんじゃね、ほんまや、うん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 、ふぅーってやつっすよね、聞いてください、ズルズルです、君をずっと幸せに風にそっと歌うよ、うわ、ずるい、今それやりたかった、愛のままで一つになれず、愛と知っていたのに、何しながら何か俺ばっかり難しいのに、夢は今も夢のままで、染まる桜坂、はい、抱きしめたい気持ちでいっぱいだった、この街にでずっと二人で無邪気すぎた約束、涙に変わる、はい、愛と知っていたの、本日も青井先生ありがとうございました、ビクビクしてては、あ、早っ、君のままで、え、どっちこれ、本日もありがとうございました。今月の9話、今週の9話のサドルでございます。来週もよろしく。その池ビクビクしてては掴めない女だから、吐く石ばって胸を張って、茨の道行け侍よ、強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供やしないこの国を背負う侍たちよ、強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望忘れた若者を奮い立たせ侍よ。